で、もう一回やるか。But as the world contemplates the series of votes in 2024, something new is causing a lot of worry. ワーズ、世界が2024年はシリーズ・オブ・ボーズ、一連の選挙をしようと目論まれているので、何か新しいものが多くの心配を引き起こしている、何か新しいものとすぐがいろいろと。 In the past, this information has always been created by humans. 過去においてはね、偽情報は、誤情報はいつも人によって引き起こされてきた。 Advances in the generative artificial intelligence AI with models that can be spit out sophisticated essays and create realistic images from text prompt make synthetic propaganda possible. Generative AI と生成型 AI の進歩は、複雑なエッセイ、詩文、詩や、テキストプロンプトによって現実的なイメージを作り出す、スピットアウトと吐き出すことができるので、できるモデルなので、シンセティックというのは合成、人工的なプロパガンダを可能にする。 The fear is that 怖いのは、 Disinformation campaignsMaybe supercharged in 2024. 2024年に、この誤情報のキャン選挙活動が加速されるかもしれない。怖いのはね。Just as countries with a collective population of some 4 billion, including America, Britain, India, Indonesia, Mexico, Taiwan. こうしたような国々の約40億人のコレクティブは全体の人口を持った国々のように、国々があるので、選挙準備している国々がある。最後に前にかかるこの横線の前で、 How worried should they citizens be? 国民は、どのように心配するべきなのか。これぐらいにしとかなきゃ、もうちょっとだけど、もう時間だよな。はい、まあ、こんな感じですね、これは。はい、あなたもう時間だよね。そうですね、ちょっと次の会議がまたありますので、まあそういうことで今日はこれぐらいにしておきましょう。ありがとうございました。はい、よろしく、また来週よろしくね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。